あんまり力いっぱいすると血出ますよね。そうそうそう、だからね、あの、そ、力入れたらダメなの。マッサージ、あ、マッサージ、よし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 っていう、元気になれよでね、塩なのでそんなに長くできません、うん、しょっぱくなってきて、ああなるほど、まあそうね、3分はできないと思いますよ、うん、私もね時々するんですけど、これ、まあ、習慣にしなきゃいけないなと思ってるんです。まあ、あの、だからそんなにたっぷり塩つける必要もないと思います。はい、なので優しくマッサージするような気持ちで、歯だけじゃなくて歯茎も磨きましょう。ね、見えないところだからこそ習慣にしてケアする、何よりも自分のためということなのでね、気持ちもさっぱりしそうですね。そう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 、だから今日からね、歯磨き粉の隣に、なんかこうラップでもいいし、小さなお皿でもいいから、うん、そこにお塩ちょっと置いといて、ね、歯茎も磨こうみたいな気持ちでね。はい、習慣にしていただけたらな、そんな風に思います。そうですね、うん、レッツ歯磨き、レッツ歯茎磨き、今日から始めてみてください。